この動画には以下の要素が含まれます。それでもいい人はゆっくりしていってね。2秒でわかる。デッドバイデイライトのコーナー。お、そういうのいいな。意外と PBD のルール知らない人多いもんなーって2秒短すぎだろ。概要欄を見ろー。わーすごい2秒だー。かつあい。はいはお、ゆっくり霊夢ちゃんだよ。ゆっくりマリサだぜ。今回も PBD の生存者側で遊んでいきます。あれなんか光っとる。よっぽど破滅だろ。かわいそうに、開始10秒で見つかるなんて。しかも発電機に延期でいい。今回のキラーはプレイグだな。やばい、猫ちゃん反応してる。発電機が回せない状態でチェイスは意味ないぞ。このままやり過ごす。やり過ごしたわ。ルインのところにまっしぐらだったな。最近誕生日を迎えました。ゆっくり霊夢です。二十歳を超えてから誕生日が嬉しくなくなった。ゆっくりマリサだぜ。まあ動画作ってるのは一人だから、全部同じ人のことなんだけどね。待て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 、今の説明だと味噌汁ぐらいのおっさんと勘違いされる。偶然見つかるだろ。なんで。こっちに近づいてきてるな。だが私には気づいていないはず。あのおじいちゃんを追いかけるんだ。今日も霊夢さん通常運転。呼びました？呼んでないですー。機械は確実に切ってたのになんで見つかったんだ。知らねえよ。どうせ探知系のパークでも積んでるんでしょう。フックに釣ったわけじゃないからば別にではないな。ササヤツとかのあたりか。その辺は後だ。今のやつのゲロは攻撃判定だからやばい。射精物の多いところで射線を切らないと死ぬ。なんか FPS みたいだな。PUBG やっててよかったー。じゃねえんだよ、のんきか。おっと、霊夢さんチェイス中にもかかわらずノリツッコミ。これから審査に入ります。10点。満点入りましたー。誰だてめえ。こっちは遊んでる場合じゃねえんだよ。絶賛チェイス中なんだよ。結構粘るな。これでもうまい人の動画とか見て勉強してるからね。やべえ、こっちにいたなやん。発電機2つ目ついたな。お前にしては頑張ったな。そろそろ死ぬみたいに聞こえるんだけど。そういうことやで。うおー、危ねえ。突撃最後はあっけなかったな。畜生。でもまあ発電機に大分チェイスしたら上出来だろ。というわけで救助が来ました。今はおじいちゃんがチェイスされてるみたいだな。今のうちに修理を進めましょう。治療は後回しだ。こっちに来てるぞ。これここでやり過ごせるんじゃない？いや無理だろ。負傷状態だとうめき声出しちゃうし、ささやきもあるだろ。スタンバイ。今しかない。あ、これバレとるわ。そりゃそうでしょう。とりあえずここでチェイスして時間を稼ごう。幸い今はゲロに攻撃判定ないから逃げやすい。救助しないといけないからな。一人回線切った後のせいで人手が足りないからね。本当に迷惑だよな。この試合が終わったら通報する。切れすぎてよく用なくなってますよ。それはすまんかった。であれ、こっちに詰めてこないぞ。フックの方に戻っていったな。まあ救助は終わったから大丈夫だけど、あとはあっちがうまく隠れてくれるのを祈るのみだな。あの後みんな逃げ切りました。うまく立て直したな。ただなかなか発電機がつかない。こうなるとキラー側は発電機の周回になるからな。ずっと触るのが難しくなる。誰かチェイスしてくれると助かるんだけどね。じゃあチェイスしてどうぞ。今はちょっと都合が悪い。手のひらドリルだな。何それ、ちょっとかっこいいな。そんなに走って大丈夫なのか。大丈夫じゃない。この辺で足跡を消さないと。走ると足跡が残ってキラーに追われやすくなるからな。この辺りで足跡を消しておこうと思ったけど案外キラーが近かった。お前これ見つかるだろ。いや、ここの木と岩でしのいでみせる。色黒のクローデットのカモフラージュ率を舐めるなよ。あかん、バレたわ。これが一級フラグ建築士の力か。畜生、どういうことだ。視線は確実に切れていたのに。まあささやきは確定だな。チェーンパークに探知パークとかチェイスする気満々すぎだろ。ほらお前がチェイスで時間を稼ぐんだよ。そう、見つかったのなら仕方がない。できる限り時間を稼いでやるわ。ここで逆を突く。どうやら巻いたみたいね。なんで巻いてんだよ。お前あれだけチェイスすると豪語してただろ。いや、最初のチェイスとかイターテスタンとかで、あのキラーへのヘイトがカンストしてる気がす。捕まったらほぼキャンプでしょう。でもこのままだと自利品だぞ。最悪二人見捨ててハッチで脱出する。これがクズの本懐である。ラノベでも書こうかな。さてさっきの発電機があと少しだから、工具箱でゴリ押し修理しようかな。なぜ人はゲームに慣れてくると脳筋プレイになるのか。もともとが猿だからじゃない？それだと性欲が強いみたいになっちゃうだろうが。おい、パン君。誰がパン君じゃい。多分見つかってますよ。危ねえ。人
聴者のみんな、BGM ですごいチェイスになると思っただろ。だがうちのチャンネルにそんな神プレイはありません。ブラウザバック不可避。そして肉フックへ。まあまだ耐久だから大丈夫でしょ。何で発電機位置ついた。いやー。霊夢。待て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 。おー。は。ここは一体、さっきまで川をバタフライで横断してたのに。サンズの川の渡り方アグレッシブすぎだろ。とりあえずこれでゲート通電、やっと脱出できる、なんて思ってる時期が私にもありました。何かあったのか。どうもこうもねえよ、あれを見ろ。なんだあれ、最新の噴水か。ゲロ撒き散らす噴水があってたまるか。さっきからああやってゲート前でひたすらゲロ撒いてる。でもなんかやけくそっぽくないか。あそこのゲート開いてないし、囁きもついてるから近づけない。まさに攻防一体だな。あれを竜巻旋風ゲロと名付けよう。ストリートファイターに怒られるよ。くそ、何食ったらあんだけゲロ出るんだよ。とっとと帰れ。なんか言ったみたいね。もう一つのゲートに向かったんじゃないか。それなら今がチャンス。サクッと解放ささっとゴーホームだ。というわけで今回はここまで。なんとか脱出できたみたいだな。あと今回は少しご報告があります。春休みが終わり、ウプ主の大学が始まったため、動画の投稿頻度が少し落ちます。そんなに落とすつもりはないらしいから、大して心配することはないと思うぞ。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくなんだぜ。それじゃあ、またねー。